これをですね、ここにガサンとかけて、固定ができると。はい、どうもこんにちは、ゆうきです。今日もね、楽しいギター機材を紹介していきたいと思います。今日はね、ギターの壁掛けにチャレンジしてみようと思います。というのもですね、部屋にですね、ギターを置くのにですね、持ってるギターの数っていうのもね、知れてるんですけれども、部屋に出しておきたいギターというのがあるんですけれども、それをいつもですね、こちらのハーキュレスの1本のスタンドだったり、あとはこっちのですね、複数台ギターをですね、置けるタイプのものを使ってました。で、これもね、非常に良くてね、やっぱハーキュレスっていうのはとてもしっかりしたメーカーとかブランドだなと思いました。とても使いやすいのでね、こういう置き方が興味ある人はね、概要欄にですね、URL 貼ってますので、そちら参考にしてみてください。とてもいい商品ではあると思います。で、ただですね、今回部屋に置くにあたってですね、結構ね、床に物を置くとですね、とっても、ね、部屋が散らかってしまったり、あとはですね、ロボット掃除機が通れなかったりっていうのでね、やっぱり個人的には直置きっていうのはね、ちょっと嫌だなって最近思ってたんですよ。あとは大きいのはね、子供がまだちっちゃいので、ギターのとこいとことこ来てですね、ペシペシやっていくんで、もう別にそれ触るのも別にいいんですけどね、もしもの事故の時に嫌だなと思ったっていうところもありまして、今回はですね、冒頭にお話したみたいに、ギターの部屋にですね、壁掛けをするっていうのをね、チャレンジしてみようかと思います。壁掛けに関しては、こちらの動画でですね、ゆうきさんという方 のご自宅に行った時にですね、ベースだったりギターをたくさんね、壁に掛けてる映像がありました。で、その商品がね、とっても良さそうだったので、何使ってるのかっていうことを聞いてですね、同じものを買って、試してみようと思いました。それがこちらですね。じゃじゃん。見えますかね、これ、リノですね。の AYS31G という型番の商品ですね。はい。これね、非常に定評があるみたいで、住宅の壁っていうのは木の板が張り出しているようなところだったらいいんですけど、ネジがこう刺さっていくんですけど、その木の面にね、ネジが刺さっていくんで、ネジビス打ち込みタイプのギターの壁掛けスタンドでもいいんですけど、ただ大体普通の壁っていうのは、それだから木じゃなくて石膏ボードっていうですね、壁になっています。で、その石膏ボードはそのネジでビスですね、ピューと打っても、そのネジがですね、途中で空回りしていって、しっかりついてくれないとか、ボロボロ粉だけ落ちてくるみたいなね、ことになるので、これはね、石膏ボードでもね、つけれるスタンドになっています。はい。そしてですね、実際針の穴っていうのがとってもちっちゃいものらしいので、壁の穴もですね、目立たないっていうところがね、非常にいいところかと思います。で、実際賃貸の場合は、その小さい穴の、扱いってどうなるか分かんないんですけど、いろんな YouTuber さんだったりブログ見る限りでは、賃貸でも OK、みたいなことをね、書かれているので、画鋲ぐらいの穴だったら別にもしかしたら賃貸はいいのかもしれないですね。その辺はちょっと分かんないですけど、はい。ではね、実際どういうものが入ってるのかっていうのをちょっとね、開けて見ていきたいと思います。はい、これを開けていきたいと思います。じゃじゃん、こういう感じで、こういう感じで、はい、通ります。取説と、この釘とか、金属のプレートとか、こういった小物が入ってます。で、これだけですね。あとはこの本体ですね。これなんか質感いいですね。ちゃんと、とっても木の質感はね、いいですね。無垢の板ですね。とってもおしゃれです。多分ね、タモとか、ナラとか、そういう木だと思うんですけど、質感がいいです。若干ザラザラしてますけど。はい。に、こういった、こうくるくる回るフックがついておりまして、こういう感じで壁にかけるという感じですね。この扉の色ともね、いい感じで合いそうなのでね、ちょっと楽しみですね。はい、ちょっとおしゃれな感じです。いいですね。で、これをですね、ここにガサンとかけて、固定ができるとという感じですね。いいですね。なかなか質感が良いのがね、気に入りましたね。とってもいい感じです。はい、こういう感じでね、今開けてみましたけど、実際ね、どういう感じで使っていくかっていうのをですね、取り付けながらやっていきたいと思います。ということで、壁につけていきたいと思います。行ってみましょう。ここにしましょうか。この辺につけたいと思います。はい。部材はね、こういう金具が2つあるんですけど、と、ちっちゃい釘ですね。この釘と、釘を刺す山ですね。3つ穴が開いてます。と、それをカバーする、こういう今度は穴の開いてないキャップ。これがあります。で、これを駆使して取り付けていくわけなんですけど、で、その釘をですね、こういう感じで、さっきの釘をキャップに
こうつけてですね、でこの状態で3点でですね、壁に取り付けて強度を出すっていうような仕組みですね。でね、この取説のこの部分がですね、ここを折り返してですね、これがガイドになるんですよ。線の中心になりますね。でここにこういった金具をですね、合わせてさっきの針とキャップでつけていくみたいな感じです。こんな感じですね。この取説をガイドにしてですね、こんな感じで、一旦テープで仮止めをしてですね、位置を出してからこの3点の釘をコインのような硬いもので押していくと、じゃあスーッと入っていきますので、これ全部で、ね、やるとこれが刺さっていってるような感じですね。まだ少し飛び出していますが、これを最後まで押し当てると、でそしてここの金具につき2個、そしてそれがもう1セット取り付ける感じになります。はい、そしてですね、例えば間違えた時とか、あと引っ越しとかで外したい時っていうのは、ですね、ラジオペンチみたいな先の尖ったものを使って釘を抜いていきます。この頭をギュッと握ってこうやって外していくとですね、まあ、簡単に抜くことができます。で、ね、さっきの抜くことができました。で、壁にはどのぐらいの穴があるかというと、まあ、こんな感じですね。まあどうでしょうか、この穴ですね。このぐらいのまあ穴は開きますよ。壁紙にですね、穴は開くのは目立つんですが、ビスを打ったらね、もっとビス穴って大きいと思うので、まあ、このぐらいの最小の穴で収まりますよっていうような感じです。はい、これでね、こことこことこれですね、4箇所釘をつけることができました。そうしましたらね、このさっき見せたキャップをですね、ここの上に取り付けていきます。こういう感じで取り付けていきます。これも同じように4箇所やります。はい、これでですね、4箇所キャップを取り付けることができました。そうしましたら、このガイドですね、この紙を外します。よいしょ、こんな感じですね、ついてます。で、ここにですね、先ほどのこれですね、この溝の部分ですね、ここをスコッと入れていく感じになります。はい、こんな感じですね。ここをスコッと入れていくような感じです。こんな感じです。ではですね、ギターかけてみましょうか。335かけてみます。わかりました。いかがでしょうか。かっこいいですねやっぱ壁にかかってると。これでですね、まあちょっと数週間ですね、テストしてみてですね、まあ、問題なさそうであれば、多分ないと思うんですけど、追加で購入して増設していきたいなと思います。でね、今回取り付けてみて思ったことっていうのは、非常に取り付けるのが簡単であると。取説説明書を見ながら作業すればとっても簡単です。ただですね、高所でですね、まあ、釘の細かい作業をするので、慣れない方っていうのは、こういうのが得意な方にもしかしたらやってもらった方がいいかもしれません。心配な方は誰か得意な方にやってもらってください。あともう一ついいなと思ったのが、石膏ボードなので、その釘打つのがね、結構楽なんですよ。スーッと楽に入っていくので、先ほど10円玉使いましたけど、このコインで入れられるので、ちょっとコツはいるんですけど、ただそのハンマーでガンガンガンって打ち付けたり、電動ドライバー、あとは木ネジですね、でビス打ちでウィーンガチャ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 ってやらなくていいので、夜間の作業でもね、そんなに、まあ、今昼間ですけど、夜間作業する場合でもそんなにね、うるさくなくですね、近所に迷惑かけることなく取り付けるんじゃないかなと思います。もちろんね、この辺壁触ったりですね、まあ、ギターが壁に当たったりするとゴンっていう音になるので、まあ、その辺はね、常識の範囲内の時間でやるならいいかなと思いますけど、ただね、大掛かりじゃないので、まあ、その辺もいいかなと思ったポイントです。ということでね、とっても良さそうな感じなので、しばらく様子見てね、つけておきたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。とっても簡単じゃないですか。簡単に取り付けるし、いい感じに吊り下がってくれるかなと思いました。これめっちゃいいですね。さっきお見せしたみたいに、細い釘をですね、3つこう角度違いに刺して、ここで強度を持たしているということなんですけど、いろいろ見てると、まあ、特に問題ないという、ね、記事ばっかり出てくるんですけど、まあ、実際ね、かけてて本当に数日全然問題ないかっていうことはね、まあ、今後試していきたいと思います。おそらくね、問題ないんじゃないかなと思ってます。で、よかったらですね、あとギターが、まあ、先ほどお見せしたみたいにですね、数本ありますので、まあ、この部屋にですね、まあ、それ用にですね、何本か
買い足して付け足そうかなと思います。見た目もねとってもいいんで、まあ、使ってみていい感じだったら、増設してね増やしてねいこうかなと思います。一応最大積載量は6キロまで大丈夫ということが、公式から出ています。ギターだったらね多分ほとんど大丈夫かなと思うんですけど、で安全性を考慮してですね16キロ、一般的な積載量の4倍の重量で、テストしてみたりなので多分ね全然問題ないんじゃないかなと思います。僕の動画ではこんな感じでエフェクターボードの話だったり、あとはボスのエフェクターの話だったり、ギターの話だったり、あとはボスのエフェクター以外のエフェクターの話ですねとかもね、いろいろやってますので、チャンネル登録をしていただいて次の動画でお会いできればとっても嬉しいです。ということでね、本日はギターの壁掛け用のねハンガーの紹介でした。商品のリンクはね概要欄に貼っておりますので、ぜひねそちらから詳細チェックしてみてください。ということで本日もありがとうございました。じゃあね、バイバイ。